墨塗り教科書とは、教科書の記述に墨を塗らせて抹消したもの。日本が第二次世界大戦で敗北した直後に国家主義や戦意を鼓舞する内容を抹消させたものが有名である。教科書への墨塗りは、日本以外では韓国でも行われていた。終戦に伴え、不教科書図書取り扱い方に関する権に基づき、連合国軍最高司令官総司令部が不適切と、 判断したものは書き換えられるが、墨塗りされた。教科によっては、ほぼ全量に抹消線が引かれたものもあった。当時の国民学校では、当時使われた教科書のうち、繊維紅用を歌った文章の箇所については、牧中で塗りつぶして読めないようにという新中軍の指示が出されたためである。また児童が教師の指示に従い塗りつぶしを行った。同時に、教職追放令により、 45万の教師のうち11万5千人が辞職、約5200人が教職追放となった。マッカーサーの陸軍省をの報告には、推定1800万人の生徒、40万人の教師、4万の学校は占領政策の道具であるとあり、その意図に沿った指令であったとされる。山村清吉2014 P94 から96、三浦彩子1980、P4 から16、茂木智ト郎2020、P5、山村秋吉2014、P95、山村秋吉2014、P94 から95、ありがとうございます。